本日紹介するのは女優として活躍されている小柴風華さん。1997年4月16日生まれ身長は1 5 8センチで大阪府出身2012年に女優デビュー幼い頃からフィギュアスケートに励みオリンピックを目指していたんだとか魔女の宅急便や朝が来たなどの話題作に出演し 小芝風,風花さんの出ている作品は絶対面白いに違いないと思わせるそんな風格すらあります風化だけにそんなつまらないダジャレはどうでもよくて動画なのに実は大きいその宝物大人びた表情のギャップがたまらなくてガッチガチになってしまいます最高で最強の女性ですもっと見せてえー、って思ってしまいますね今回の動画が好評であれば続編を作成したいと思います 続編が見たいという方はコメント欄で教えていただくか、その欲望にまみれた右手を必死に鍛えながらお待ちくださいね。これから、小芝風花さんの一層の活躍を期待し、応援していきましょう。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは女優、モデル、アイドルなどを紹介しています。よろしければチャンネル登録と高評価、通知ボタンを忘れずによろしくお願いします。